岐阜県道91号岐阜見山線、山形市谷合にて、岐阜県道91号岐阜見山線は、岐阜県岐阜市早田から、岐阜県山形市谷合北町に至る県道である。平井坂トンネルの南口、山形市平井にて、終点の国道418号との、谷合交差点岐阜県南部にあり、県庁所在地である、岐阜市内の国道157号分岐から、 県西部の山形市を走る国道418号との間を南北に結ぶ主要地方道に指定された延長約2 4トルの県道である。主な通過地は岐阜市のりたけ中、檻立、今川、あじき、山形市小倉、上願い、谷合である。起点は長良川に架かる中節橋北詰めの堤防上にあり、岐阜大学付近までは、 能美平野の平坦な道が続く。これより、伊北は、伊次良川が作る、山合いの谷間を縫って、伊次良湖の手前にある係地区まで進む。平井坂トンネルで平井坂峠を越え、山形市北西部の麦川の谷で終点となる。岐阜県法棋州に基づく、棋州点及び、経過地は次の通り。起点、中節,京北交差点から中節橋通りを北上し、 乗り竹中4東交差点で左に折れる。起点から途中の早田大通一交差点間までの区間には、かつて名鉄岐阜市内線の路面電車が走っていた。乗り竹中4東交差点から北西へ伸びる道は狭くなり、道幅は1.5車線になる。岐阜市立乗り竹小学校前を経て、古川橋で伊じら川を渡り、板谷大京都交差点より北は、 板谷川左岸に沿って北西に進む。黒野地区の岐阜西郵便局付近の岐阜県道168号や、イ、黒野線との交差点で右に折れて、平野総合病院前を経て、岐阜大学病院方面に向かいおり立つ、今川交差点を左折する。岐阜大学の西外れに位置するおり立いなば、今川諏訪の各交差点間は、岐阜県道78号岐阜王野線と重複する。 今川諏訪交差点を右に折れて、岐阜大野線と分岐していじら川に沿って、北上、岐阜市立方圏小学校付近を経て、山形市に入る。山形市いじら市署前を通り、いじら湖手前で右に折れる。平井坂トンネルを通り、山形下にあいに入る。終点手前で麦川を渡る。岐阜県道200号、神崎高富線との重複区間、山形下にあいにて、 ありがとうございます。